皆さんこんにちは。今日は JR の大阪駅に来ております。今日は大阪駅から四国は香川県高松駅に向かいたいと思います。今回高松駅までは鉄道を利用するのではなく JR の高速バスを利用して移動していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。それでは高速バス乗り場にやってまいりました。 JR の高速バスは JR の改札口を出てすぐのところにあるので非常に便利な位置にバス乗り場があります。今回乗車するのは電光掲示板画面左側上から 1,2,3 7個目ですかね。8時10分発高松エクスプレス大阪3号高松駅行きです。乗り場は6番乗り場から発車です。それでは6番乗り場の方にやってまいりました。少し早く着いてしまいましたので、自発の表示になってますね。自発8時10分発高松駅行きです。おそらくバスは8時の徳島行きが出たらすぐに入ってくると思いますのでこのままここで待っておきたいと思います。それではバスの方が到着いたしましたのでサクッと改札を済ませて乗っていきたいと思います。今回このバスは非常にガラガラでして、大阪駅の段階で2名か3名ほどの乗車でした。まもなくの発車となります。それでは8時10分大阪駅を定刻に発車をいたしました。次は JR 難波駅でお客様の乗車扱いをするとのことです。お客様の安全のためシートベルトは必ずお締めください。大阪駅を出るとバスはすぐに阪神高速梅田入り口から高速道路に入ります。バスは間もなく JR 難波駅に到着をいたします。港町の出口で降りるんですが、見ててください。この出口の手前に路線バス専用の通路があります。この左側を路線バスは通っていきます。ここを抜けるとそのままバス停留所に行くことができるバス専用の通路となっております。非常に珍しい作りになっております。それではバスは JR 難波駅で2名ほどお客様が乗車されました。8時25分定刻に JR 難波駅を発車しております。この
建物内のロータリーをぐるっと回りますと、バス専用の港町の出口へと道路はつながっております。それではバスは一度一般道路に降りまして、再度港町の入り口から高速道路に入っていきます。この先このバスは阪神高速1号環状線、16号大阪港線、5号湾岸線、ハーバーハイウェイ、3号神戸線、第二神明道路、神戸淡路鳴門自動車道、高松自動車道を通り高松駅へと向かってまいります。それではバスは間もなく明石海峡大橋を渡ります。明石海峡大橋は全長3911メートルで、少し前までは世界最長の吊り橋でありました。なんや2022年今年の3月にトルコの方でもう少し長い橋ができたということで、世界一位の座を奪われてしまった橋でございます。明石海峡大橋を渡り終えますと、バスは淡路島に入っていきます。淡路島に入りまして、休憩箇所ムロツパーキングエリアに到着です。ムロツパーキングエリアです。発車、9時58分の発車です。発車時間までお戻りください。今回乗ってきたバスはこんな感じです。2プラス2のシートになっております。各席コンセントついております。 Wi-Fi の方も搭載されております。パーキングエリア前から見た感じの画像がこちらです。
左側のバスが今回乗ってきたバスです。右側にも同じ JR バスが止まっておりますが、右は京都から来た高松行きのバスみたいですね。それではパーキングエリアの紹介です。コンビニエンスストアとトイレのみがある、至って普通のパーキングエリアとなっております。サクッと用事済ましてバスの方に戻りたいと思います。それではバスは淡路島を順調に走行し、まもなく徳島県との境目になります。大鳴門橋に近づいております。大鳴門橋、橋の長さは1629メートルでございます。大鳴門橋を渡っている時に海の方に渦潮が見えることが多々あります。見えるかどうか分かりませんが、カメラをそちらの方に向けていきたいと思います。中降りられる方がいらっしゃらなかったので、全て通過となりましたので、この後は高松駅到着のシーンとなります。それでは高松駅に到着いたしました。そういえば言い忘れてましたけど、今回このバスは4100円で予約をさせていただきました。乗車時間は3時間半ぐらいでした。まあ早く行きたかったら新幹線が一番いいんですけれども、新幹線乗ると1時間40分ぐらいかかって、乗り換えが2回で約8000円です。在来線乗り継ぎで行くと同じ時間で3時間30分乗り換え3回で4700円ほどかかります。まあ、どれを使うかはまあ皆さんの
財布事情にもよりますけれど、僕やったらもうバスで十分かなと思います。てな感じでね、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。